ーパーへ。ありがとう。看護学部看護学科に在籍する林真由香さん。高校卒業後、幼少期を過ごした山口県宇部市を離れ、養護教諭になる夢を目指して充実したキャンパスライフを送っています。兵庫大学を受験したきっかけなんですけど、看護学部で養護教諭の資格を取れる大学を探していたら兵庫大学が出てきて、兵庫大学は他の大学と違って保健師の資格も4年間で取ることができるというふうに書いてあったので、兵庫大学を受験しました。将来の夢は児童生徒の心に寄り添う養護教諭になることです。中学高校のお世話になった先生方に、先生に向いてるよっていうお話をいただいたこともあって、先生という仕事に興味を持ったことがきっかけです。そんな林さんはオープンキャンパスの学生スタッフとしても積極的に活動、2年生にして総合司会を任されるなど、友人や大学からの信頼も厚い。林さんはしっかり者で、思い立ったらもう即行動しないとなんか気が済まないみたいな人で、私たちのお姉ちゃん的な存在かなって思います。塾での講師のアルバイトを終え、帰宅するのは夜。父からの教えもあり、食事には特に気を使い、忙しい合間を縫って極力自炊するようにしている。ご飯は作り、土日作ってますね。平日は買って帰ることも多いですけど。怠けますね、一人暮らししてると。言ってくれる人がいないので。いただきます。週に 1,2 回は山口にいる父に近況を知らせる電話をする。さまざまなことにチャレンジする林さんだが、いつも勢いそのままに行動しているわけではない。たくさんの悩みや葛藤があり、そんな時に背中を押すのはいつも父だった。まあ、自分がやりたいって言ったことに対しては、父は一度も否定したことがなくて、とにかくやりたいんだったらやってみなさいと、挑戦してみなさいというふうに常に言ってくれるんですけど、その言葉が私にとっては一番印象に残ってることですね。ありがとうございます。まあ、私もずっとそれを感じてたことを感じてくれたのかな、思います。まあ、できることはやってやらせていきたいと思っているので、だから今言ったことはすごく伝わってたんだなっていうのが非常に嬉しく、これからももちろんそのマルカがこうやりたいっていうこと、それはしっかり応援していきたいなとは思います。まいちゃん、お手紙ありがとう。とっても嬉しかったよ。兵庫大学で残りの学生生活一生懸命勉強して、自分が思うプロフェッショナルになれるように頑張ってください。パパも応援しています。そしてありがとうと言われる、そしてありがとうと言える人になってください。ありがとう、まゆか。そうですね、いろんなことを知りたい、でそれを伝えたいというか、だから自分が分かったことを人に教えてあげたいっていうところがまず一つ、それから思いやる心、その義務的ではなくって、自分の中で あの人が困ってるな、なんとか声かけて元気づけてあげたいなっていうようなところ、非常に高校時代からよく見られました。パパへ。
いつも私のことを一番に考えてくれてありがとう。私がこれまで多くの経験をしてこれたのはパパのおかげです。私がこれをやりたい、挑戦したいといったことに否定をせず、いつも背中を押してくれるよね。感謝しています。これからもまだまだ挑戦したいことも出てくると思うし、壁にだってぶつかることもあると思ってるけど、その時はまたいつものように背中を押してくれると嬉しいです。パパの子に生まれて本当に良かった。これまで育ててくれてありがとう。これからもよろしくお願いします。大好きです。まゆかより。Is it a mistake or my heartbreak? Or will you love when I say? What if I told you you took my breath away? I'm thinking maybe I'll take you out so we can get a little closer now. Let's hear what's on.My breath away.